めっちゃちょっとだけ。今日はちょっとお祝いをしたいので、めっちゃちょっとだけ。可愛くないこのリボン。こんにちは。映画見てたんだけどさ、さっきまで。何のコナンの映画を見てたかって言ってみてください。昔のやつ。ここ。可愛くないこれ。え、これ今日届いた。今日ネットショッピングで買ってたやつ届いた。合ってんのかな、ここにリボンで合ってんのかな。ちょっとどうしてもこれをつけて配信をしたかったんです。こんにちは、ワンパありがとう。こんばんは、んこ。ゲリラ配信。ゲリラじゃないよ。え、ゲリラじゃないよ。え、ちゃんと予定反映されてたよね。されてなかった、もしかして。16時半からにしてた。あ、普通に。ちょっと巻く準備をしてたからちょっと癖ついちゃってるけど。可愛くない？リボン可愛いね。可愛いでしょリボン。あ、ツインテールすればよかった。なんかツインテールしたら可愛いな。あ、でもハーフツインしてんのか。なんもないし。ハートありがとう。録画してたコナン見てていいとこだったのに。え、何、サブマリンですか？え、めっちゃさ、コナンの映画って鳥肌立たない？リーナだけかな。なんかコナンの映画見てたらさ、何、最後のトゥルトゥトゥってとこでめっちゃ鳥肌立つの。わいいみたいな。リーナだけかな。え、さっきちょうど見終わって、見てた映画を見終わって、なんか見終わった後もなんか、なんていうの、映画の余韻的なのに浸ってました。なんかぼーっとしちゃう。あ、終わったみたいな。わかるかな。リーナだけですか。流れ星ありがとう。ハートありがとう。真実はいつもオンリーナワン、オンリーナワン、オンリーワン。めっちゃ3個もあった。あ、じゃあ一応できるけど、これでしたらおかしいね。あら、かわいい。ありがとう。だるまありがとう。清楚でかわいいし。今日清楚ですか。でもちょっとさ、お嬢様っぽくない？今日。格好と髪と。こっちの目の調子がずっと悪いんですよ。ハート、だるまありがとう。姫、こんにちは。こんにちは。5日の公演く、お、5日待ってます。やったね。配信のメール来なかった。あー、なんかたまにしか配信のメールしてないかも。なんか配信のメール、何、メールがさ、いつもさ、あのリナが送った時と遅れて送られるのね、みんなに。で、配信中にメール来たらなんか嫌だから、たまにしか送ってない。誰もありがとう。
根性の根性っていうのこれ。フィスト、フィストだよね、わかる、フィストだけは読める根性のフィストみたいな名前だったよね確か。いやそれじゃない、それも見たことあるけどそれじゃない。誰もありがとう、大人っぽい服だ、君がくれたんだよ君がくれたんだよ。結構大人っぽくないですか。癖ついてんのは、まあ、ちょっと練習をしてただけなんで、気にしないでください。あの5月25日26だったっけな、なんかさあるじゃん、トーク会まかりあるじゃないですか。でそこでちょっと巻き髪に挑戦したいなと思ってて練習してました短くてもツインでもロングでも可愛いぞ、全部可愛いですか、ありがとうございます。だるまハートありがとう達成感ってやつかな、わかる、なんていうんだのかね、なんか達成感なのかな、余韻、なんか終わったって感じ終わったって感じ。映画の余韻、シティハンターのゲットワイルド、ゲットワイルド、ん、わかんな、なんかあるんですかそういうの、余韻抜けないのわかる、え、わかります、なんかさ、けあの映画終わってすぐ帰る人いるじゃないですか、もう名前が出てる時に帰る人、余韻ないのかなって思う。リナもうめっちゃ最後までいっちゃう、なんか終わったなって思うタイプです。流れ星ありがとう、ハートありがとう。サブマリンのクライマックスでコナンと愛の水中シーンなのに、うわっ、え、めっちゃそこかなって思っためっちゃ当たってたわ、うわーめっちゃいいとこじゃん、音楽流れ始めるとこ、うつむくん、タコありがとう、キャー、ハーフツイン、え、めっちゃ良くない、ハーフツインの時にこのリボンをつけたくてこのリボンを買ったの今日のスクショタイムは私が勝手にポーズ決めます、かわいい、ありがとう、え、めっちゃリボン可愛くない、これのねピンクも買ったんだ、靴も買った、あと何買ったっけな、キーホルダー、まあなんか可愛かったから買って、あと何買ったっけなぐらいかな、あ、靴下ニーハイソックス買いました。結婚式かけるチーム逮捕です、誰もありがとう。世紀末の魔術師の最後結構好き、エリナ見たことないそれ、まだこれから見てきます、え、気になる、また見ます、え、みんなわかる、え、正解よね、正解はゼロの執行人見てました、いいね、あれめっちゃいい、いい映画でした、なんかめっちゃかっこよかった最後、なんかいろいろすごかった、電車のとこを走って車で走って、なんかすごい、あ、なんかもともと知ってるシーンあった、切り抜きみたいなやつで安室さんのなんかコナンが彼女いんのみたいな聞いて、安室さんが俺の彼女はこの国だよみたいな言うとこ切り抜きで流れてきて、もともと知ってたから、あ、見たとこだって思ってたえ、その後がかっこよかった、54310みたいなで出発して、なんか銃バン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 みたいなすごかったです、すごくすごかった。 T ありがとう、ハートありがとう。なんかさ、なんて言うんだろう、コナンってさ、そういう何、激戦すごいクライマックスみたいな、もう銃バンバンバンみたいな時にすごい画質が良くなるのね、それがめっちゃ好き。今日のロードショーでコナン映画の宣伝映像、え、そうだよね、出るよね、なんか最初の10分が流れる、最初の10分マジでいいからみんな本当に見てほしい。リナもうコナンの映画もう 2回目早く見たすぎて、もう本当に見たいんです。なんか結構難かったのね今回の映画、なんだっけ、100万ドルの道しるべ、100万ドルの
道しるべだよね。あれ結構なんか推理がむずくて、だからちょっともう一回行って確かめたいっていうのと、普通に最高だった。普通に最高だったから、え、なんかここ間違えてない？分け目。普通に最高だったからもう一回見たいっていう感じです。今日も杉本ちゃん可愛くてヤーバスだよ。ヤーバスってなんだっけ、あ、調べんの忘れた。ヤーバスって結局なんだったんだろう。どれもありがとう、お姫様やで。あ、本当ですか。目ん玉の中間も綺麗とは。目ん玉の中間はもう女優ライトとスマホがあります。5日の際2本持ち気をつけないと。2本持ち？そんなん許しませんよ。あ、あれか、そうだよ、自分で渡しといて。リーナずっと覚えてますよ、この服この人からもらったみたいな。巻き髪の練習、そうしてました、練習を。聴覚後初のトーク会握手会、そうですよ、みんな絶対来てね、頑張ってるんだから。頑張ってリーナもやってるんですよ。余韻に浸りたい、そうなんだよね、エンドロールまで。そうそうそう、え、しかもさ、名前出てから帰る人に言いたいんだけどさ、名前出た後にさ、いいシーン結構あるから、え、今回の映画絶対名前出た時に帰っちゃダメだよ。今回の映画名前出た後にすごい大事なことあったから、マジでマジで、みんな名前もちゃんと見てから帰ってください。ツインテールのリボン可愛いでしょ、今日入荷しました杉本家に。寿司とかリナに合わせて制服着ていく、おお、めっちゃ準備満タンじゃないですか、楽しみに待ってます。5日の第6巻アカリーナだったら嬉しい、それはリーナも嬉しいですよ。ハートありがとう。研究生を経て正規メンバー、目とはこの世界いるとどんどん綺麗になっていくって、本当本当ですか、イエイ。靴下ポーズないです、そんなんやだ。2杯だよ、きっと出てくる。あ、そうなんだ、じゃあ絶対見ます。配信通知誰、リーちゃん慌ててスマホにイヤホンさす、イヤホンで見てるんですね、大音量で流してください。安室さん大活躍、そう安室さん大活躍してました。味方なのか、え、そう味方なのか敵なのかよくわかんない。時計仕掛けの、え、それまだ見てないんだよね、それも気になってる。ゼロも録画してたのに間違えて消しちゃった、え、まあでもユーネクストで見れますよ。誰もありがとう。自分の本名がコナンの登場人物に似てるらしくて、コナンですねと言われるとき、え、いいな、羨ましい。やばい、時間押してる、やばい、ハートありがとう。終わりますよ私。ココミンが使うんだ、ヤーバスって。うわ、みんなココミン見てる、悪いですね。今初めての声出し公演に入る、そうなんだ、リナ出てないよ。誰もありがとう。横目した時の黒と白の比率が綺麗、そんなんあるんですか。めっちゃ横向いとこっかな、エンドロールまでまだ回収してない謎あるから。そうだよね、そこ大事。なんかあるかな。オッケー、終わります、ハットありがとう。殴りの発動、いやそれはもう、ま、昔のリーナです、ありがとう。時間ない、ヤーバスヤーバス、本当にヤーバスです。みんなはなんでそんなことを知ってるんですか。リーナ号じゃないよそれ。今日は一覧と可愛いお洋服ファンの方からいただいたんですよ、めっちゃ可愛くない、めっちゃお気に入り、巻き髪に合いますね。ということで、ちょっと短い間でしたが見ていただきありがとうございました。まあ、とりあえずこれをみんなに見せたくて配信しました。まあ、今日はね、あの誕生日があるので家族の、ちょっと早めに終わります、ありがとうございました。コメント読んだら終わるね、ツーショット撮影会の連割が怖い、うん、オンリーワンならそんな怖さないですよね。殴りなのパンチ早かった、そんなパンチまでしてたんですかリーナ、ココミンゴらしいよ。今日も可愛さ100点、じゃああと20点目指します。誰もありがとう、もう巻いてる、違います、練習をしてただけです、これは癖です。
あの寝癖みたいなもんだと思ってください。今日も杉本ちゃんが世界一大好き屋さんでした。本当ですか？ありがとうございます。殴りだってすごい、いやすごいですよね。それは多分もう厳格のリーナが言った言葉なので気にしないでください。ということで今日は終わります。ありがとうございました。またね。